いつもなんとなくか。いいなんとなくいつもの通り行けばいいよ。いつもの通り行くもんね。うん、はい、皆さん、はい、こんばんは。はい、はい、どうも、お世話になります。月曜日19時半になりました。はい、ニガミスト、丸山すみひこと、うまいもん、デブ屋友蔵の送る、はい、丸散歩で、違う、丸散歩でございます。よろしくお願いします。やったね。前回の番組、引っ張りだからね。うん、そんなつもりさらされないのに、うん、こう、終わりかけにやれっていうプレッシャーをね。丸散歩で、アイエットで。ヒロミちゃんお兄さんのプレッシャーをね、肌で感じながら。見えないやつ感でね。ねえ、もう。ヒロミちゃんお兄さんのね。うん、そうだよ。あと1ヶ月。本来ではね。13日で。本来はあと1ヶ月でしたけど、うん、まあ今年はね、うん、ちょっと残念ながら。あと1年と1週間ぐらいだから。うん、来年は暴れましょう、もう。いや。暴れちゃった。あのね、あなたとヒロミお兄さんが暴れるって言うと、ちょっとね、怖いからやめてほしい。暴レンジャーだから。暴レンジャーじゃねえよ、暴レンジャーで。暴レンジャーじゃないの。あ、そういうわけでですね、はい、あの、先週はあなた、ちょっと、お仕事すごい久しぶりに感じる。うん、そう。何年ぶりかだよ、ね。だからね、俺はね、コメントがガンガン来てたから、そんな久しぶりでも感じてないんだけど、うん。あ、そう。あ、俺コメント入れたっけ、ね、なんだからね。あんたコメントいろいろ荒れるからね。うん、やっぱね、遠隔でも参加しようと思って。助けようと思って、あんたを。遠隔嫌いなくせにか。そう。助けてあげようと思ってね、あんたをね。いや、うん、やってあげたんだよ。だからね、結構ね、うん、そういう意味では、ね。そういえばさ、なんとかキャット見つかったじゃん。早いな、お前。なんだ、なんとかキャットって。なんだかキャット、静岡に逃げた。あの、虎みたいなやつ。あ、何捕まったのあれ。今日ちょっと捕まったの、うん、うん。そう、捕獲されたって今日。あれなんか、1メートルぐらいか、なんかわかんないけど、あれでしょ肉食なんでしょあれ一応。そう。あれなんか、すっごい。で、山逃げたら見つかんねえって言ったじゃん。なんか、ヘリポートの方、ん？静岡のヘリポートの方で見つかった、だからって。ああ、じゃあ見つかったんだ、うん。捕まったんだ。そう、捕まった。あの、捕獲されたって。よかった、よかった。ねえ、なんだかキャット、なんだ、うん、何キャットわかんねえ。トモキャットか。ミーアキャット。違う。なんだっけか、サーベルタイヤ見てたら、そんなサーベルタイヤほどでかくねえけど、ね。そう、うん。なんか見つかったらしいよ。そう、まあ、ね、たらそんな話だけど。うん、うん、だよね。だから結局ね、うん、前回ね、ゲストの来ていただきましたけど、あさみちゃんね。あさみちゃんちね。うん、あの、ソネさんとね。パンツマルシェ。そう、パンツマルシェじゃねえっつうのデカパンマルシェ。デカパンじゃねえんだ、あれ。ね。あのパンツすごかったんだからよ。でね、そういう。俺あれ履いてみたいなと思ったっけ。履こうよ。マルちゃん片足、俺は片足どう？なんだよ、パンツのネタもう終わっただろう、お前。パンツマルシェ。いいじゃん、宣伝してやれば来週だろ。またパンツだよ、また来たほら、パンツが。パンツ終わったでしょもんね、先週で。バカでかい。バカでけえんだよ、これ。それ履いてアンエットって怒られるぞ、お前、マジで。あ、これやるかな、ほんじゃ。マジで。ねえ、パンツ気分でアンエットだよ。パンツ気分でじゃねえよ、お前。すげえじゃん。パンツ気分 DE じゃねえよ、ほんとに。ちょっと、これなんか染みついてねえか、これ。染みついてんだよ。ちゃちゃ。ちょっと待ってよ。いいけど、履いていいけど。これ脱いだ方がいいかしら。いや、脱がなくていい、脱がなくていい。事故になる、脱ぐと。あのね、大体がね、本当に、あんたね、うん、それなんかさ、ムーニーちゃんみたい、大人用の老人パンツみたいな、なんか。赤ちゃん、見えるかしん。お前な、そう、なんでもいいけど、なんでもいいけど、なんだろう。おい、なんかこれ、後ろがこんなだから、昭和の深夜番組みたいになってるから、いや、やだな、だと。意味がわかる、絞る意味が。ゆるゆるやんか、おい。ゆるだよ。ね、これでやるってことマルシェを。やんねえっつってんだ。それでマルシェやんねえって。それしか残んねえだろ、そしたらみんな。パンツ気分でアイエットだよ。パンツ気分じゃねえからな、本当に。怒られちゃうよ、本当に。パンツ気分じゃねえよ。ほら、怒られた。どういったら、本当に。怒られるよ、そんなもん。怒られるよ。でね、寝てこい。すごいね、お前。そうだよ。バカでかいよ。でかいよ。だからね、こうやってね、ゲスト決まんねえって振り飛ばすとこうなんだよ、くしゃくしゃによ、お前。いいよ、でもね、パンツの話じゃなかったんだよ、最初からよ。なんとなくいいじゃん。うん、面白いよ。まあね。俺これ履いてあるかな。履ける、まあ履いてあるデブやで。デブやでね、うん。面白いじゃん、これ。うん。かぶっていけばいいじゃん。かぶるか。そう、あれだったらもっと綺麗系女子のパンツの方がいいな、俺は。うん。うん、いや、それ似合うよね。でもちょっと染みてるけどね。染みてる。なんか黄色っぽくなってるけど。なんかあっただかしん。誰か扱い振りしちゃった。そう、事故があったでしょ、ね。はい。で、そのパンツなぜここにお前な置くのか分かんないけど、まあパンツここに置いたままね、お話しさせていただきますけども。はいはいはい。まあ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 ね、最近どうですか？昨日ちょっとね、うん、久しぶりに鑑定だ。久しぶりだっけね、出てましたけどね。ずっと、うん。もう雨でね。雨だもんね。雨続きでもう出そうと思ったらダメだし。うんうん、そう。で、ね、結構予定も入ったんだけど、やっぱ中止になっちゃって、うんうん。で、昨日もね、実は予定が入ったんですよ。ああ、そうなの？そう、んだけどそれが、うん、なんだ、出汁王子のね。ああ、富士屋のところね。そう、藤田君のところへ行く予定だったんだけど、うん、やっぱ雨予報ってことで中止になって。うん、はい。それで、ねえ、うん、晴れたもんで、うん、これは行くしかねえと思ってホーム行ったわけです。あれ、急遽行けるの？そう、全然大丈夫。うん、いつ行っても大丈夫。うん。そう。
思い出行ったはいいけどさ、うんうん、どうしようもないよね、うん、平和には終わらなかったね、やっぱし。いやいや、初めから終わりまで、まあ、まあね、うん、セミにも持ってたみたいだしな、そう、うん、メスのね、メスのセミも来たっていうさ、メスのクマゼミにね、うん、クマゼミ見たっていうしね、まず人間には持てないけどね、動物には持てるだね。いや、持ててたじゃん。なんか、あの、うん、またさ、あの、小芝居ね、三流の小芝居みたいなのがさ、また写真で上がってきてさ、そうまたかと思って。まずカリスマ来やがってさ。うん、カリスマ来やがってさ。うん、そう。まあね。カリスマ来やがって。来やがったな、ね。それまで平和にやったんで、ずっと。うん、ああ、今日ぼちぼちやりゃいいかなと思って、うん、ね、そこそこ、昨日、それでも35万ぐらい売れたかな。ああ、35万ね、うん。まあまあまあ、いつも売れた、ね。そう、35万ぐらい昨日売れたんだけどさ。うんうん、それでまあ、いや、ぼちぼちやってりゃいいやと思って、前半で、まあ27万ぐらい売れたもんでね、そう、ぼちぼちやってりゃいいやと思いきや、あんたいきなりカリスマ登場しやがって、で、何をするかと思ったら、アンパンを持ってきました。アンパンね。アンパンをね。そう。なんだか、ずっしりアンパンじゃない、なんだか。そうだ、ずっしりアンパンだと思う。で、やっぱあんこがすごいいっぱい入ってて、それを、お前買えと。いきなり。なるほどね。いきなり来て買えと。そう。もう買えっていう言葉なかったんだけど、もう威圧感だよね。お前これ分かってるよな、みたいな。そう、ほいで、もう分かりました、つって。うん、で、売上金の5万円を僕は渡しました。うん、はいはいはい、そう、およこせ、ありがとうって感じで。そう。で、渡して、それはそれで帰ったもんでよかったんですよ。帰ったもんでよかったって。よくねえけどな、それそもそも。何も買ってかねえんだよ、おいで、あいつ。バケ野郎。ね。来るだけ来てさ、ほいで、アンパンをお修理して、で、何も買ってかねえ。すごいよね。じゃあ、行くから。アンパンはさ、お修理じゃない。回収のお土産だよ。そうだ、盛り台だよ、盛り台。そう、盛り台、盛り台、盛り台。盛り台って言い方は悪いかな。そう。ね、ほんで、何も買ってかねえな、あいつ。ほんと、普通買ってくよね。そう、買ってくら？あいつだって、人んちの時じゃ、マルシェの時もさ、人んちとか来てさ、今売りつけてくのにさ、自分あんま買わねえんだよな。そう、何も買わねえんだよ、あいつ。あいつな。そう。ほんとにな。あれが一番わかる。だって俺のとこにはさ、すぐさ、チケット買えた、T シャツ買えたってさ、作るくせにさ、あいつ何も買わねえんだよな、ほんとに。あいつダメだよ。ほんと、ダメだよって言うな、ダメだよ。ほんとに。あいつそのまま帰ってきやがったからね。まず。ちょびつけ。ほんとちょびつけだよ。ほいでさ、あ、コメント入ってる？うん。ひでみちゃんから、カツアゲ隊だって。そうだよ。うん。ひでみんもさ、うん。ひでみんにもやられたんだよ、俺。あ、前だろ？そうだよ、藤枝の。昔ね。藤枝の時ね。なんだ、ビビか。ビビだね。ビビでマルシェやった時に、あ、そういえば、あれだっけ、マコマルシェだっか。お、社長来てくれた、昨日。嘘？うん、たまたま。マコマさん？そう、マコマさん。あ、そう。うん。たまたま？そう、たまたま通って、ピンクがいたもんで、はい、戻ってきてくれてさ。ああ、そうなんだ。知らなかった。そう、俺、お世話になります、なんて話になって。そう。で、帰ってったけどね。話膨らめる？なんでお前、来たけど、膨らまないで終わっちゃったじゃん。何も買わずに帰った、やっぱ。みんな買ってかねえな、おい。ただ、ね、冷やかし。みんなね。もう友蔵さん。別にいいだけでさ。まあね。顔出しだけでさ。うん、まあね。顔出しだけでいい、本当に。顔出しね。顔出し最高だよ。うるせえ、最高じゃねえよ、うるせえやろ。顔出す方が最高、俺は。バカじゃないの、出せ、勝手に。顔出す方が。出せ、勝手に。思う存分出してけよ、本当に。最近溜まってるからね。知らねえよ、だからそんなんで。あ、そう。そうなんですよ。だからね、今いろんな人来てくれてね。そう、本当にありがたい。マルちゃんも来たからね。まあ俺も来ましたけど。マルちゃんも来てくれたし、ね、女優さんも来てくれたし。女優さん？女優さん。女優さんって。女優さん来てくれたでしょ。女優さんいた？女優さん来て。あれ女優さんっていうのあれ。横綱？うん。うん。そう、いろんな方が来てくれてね。うん。で、とりあえずまあ、今日は終わるかと。うん。あれがね、9時半ぐらいかな。うん。それで、片付、あ、9時半じゃない、9時半前か。うん。で、片付けてたら、今度は、黙ってやっぱ立ってるんだよね。窓口のところに。デブ番号の窓口の黙って立ってるの。なんだよ、なんか人の雰囲気、ね、気配感じるなと思ってみたら、このカルロス。あのね、チェーンソーのね。そう。チェーンソーのカルロス。あいついきなり。チェーンソー持って待ってた。持って、チェーンソー持ってねえだろ。長いチェーンソー持って、お前な、みたいな。待ってたわけよ。はいはい。それで、ああ、カルロスごめんねって、キャンディーとね、夫婦で来たんだけどさ。もう今日終わっちゃったもんね、ごめんね、もう何にもないよって、ああ、いいっすよ、いいっすよ、って、ただ寄っただけだもんです。まあ、それまでよかったじゃんね。ありがとうね、つって。でね、俺ね、夕飯のためにこう2本焼いて取っといたんで、フランクフルトを。はいはい、おじゃあ今度は、カルロスがそれよこせと。お前、2本余ってんじゃねえか、それよこせと。うん。それでまた取られたよ、俺は。取られたよじゃないよな、もう。あのね、言うけどね、あの写真が、本当にドリフよりもすごいクオリティが低くてびっくりするんだね。取られたって言うと、やっぱね、語弊がね、ちょっとあれがあるかもしれない。うん、そう、俺が渡した。俺ね、カルロスやるかったんだよ。やるかったんだね。カルロスサングラス持ってる。あ、持ってるよ。
じゃあカラス持っていいとか。だからね、サングラスいいだよ。サングラスやりゃいいってもんじゃないしね。興奮しないの、そんなガシャンってくらい。おい、自分やってガシャンってくらいに。興奮しないの。そう、ほんとにだもんね、昨日はね、うん、せっかく出店、久々の出店だったんだけど、カツアゲに始まり、うん、押し売りに始まり、うん、で、最後、強奪で終わる。お前さっきから、言葉、ひどい言葉分かったな、そうだよ。いや、でも逆に来てくれるだけいいよね。そう、ほんとにね、ありがたいね。やっぱり、ね、うん、みんないろんな人来てくれる。ほんとありがたいよ。やっぱね、うん、嬉しいね。うん、楽しくなっちゃう。だからみんな帰ると寂しいんだよ。まあね、うん、昨日片付けしててね、やっぱ寂しいでしょうしね。寂しいよ、あんな暗い中さ、うん、もうすごい虫がすごいんだよ、虫が。虫が？そう、あんた虫みたいなもんじゃん本当に。まあね、まあね、じゃね、否定しろよ本当に。まあなんでもいいけどさそれはね、楽しくやらせてもらってる、うん、いつも俺は。だからね、今もね、一生懸命喋ってるせいか、うん、額に汗がかいてるしね。暑いよやっぱり、ね、ここね。そういやさ、先週の月曜日うちの娘誕生日だったんだよ。あ、そうなの？そうだよ、うちのマナ娘。マナ娘？いくつになった？23？ じゃね、疑問で23って聞くな、お前。愛しのだろ、お前。23かな？うん、いいと思う。かわいいんだよ、もうたまんない。かわいいの？うん、そう。うん、もうほんとかわいい。あ、そう。うん、たまんない。まあね、丸い虫がつくかもしれないしね。うん、そう。絶対つけさせないよ、悪い虫は。あら。もしなんかあったら、ひろみちょんぎさん頼むから、俺。頼むんかい、人とお兄さん頼むかい。ひろみちょんぎさん、ちょっとお願いします。悪い虫。ああ、いや、でもね、まあまあ、ね、さすがにお父さんと同じじゃ選ばないと思うよ。お父さんだらしないからね。まあね、そう。お父さんだらしないからね。うん、で、あんたち娘もお姉ちゃんになったね、すごい。そうだね、昨日ね。ね、昨日来てくれたからね。そうそうそう、うん。もう中1ですから。中1ったっけね。そうそうそう。すごいしっかりしてるよ。そうそうそう。うん、まあ、息子は相変わらずバカですけどね。うん、いや、それはなんとも言えないけど。で、大きいあの、ぬいぐるみ。ぬいぐるみね、取ってね。ねえ。うん。嫁が家帰ったら、またぬいぐるみなのって。小学校4年生の男子、またぬいぐるみ。俺、じゃあ、まるちゃんのこと、お父さんって呼ばないから、これ。意味がわからない。意味がわからない。なんで、娘をくださいで、俺。大丈夫。募集で。バッサリ切られると思います。本当に。見る目が違ったもん、俺を見る目が。見る目違ったでしょ。そう、見る目が違った。どっちかとなんか、なんだろ、家畜を見るような目だった。バカ野郎。どうしようもないわ。そう、だからね、うん、本当にね、昨日に行ってね、久しぶりにね、うん、まあ、子供も久しぶりに連れて行ったんだけど、ああ、そうだね。あんまり出ることもなくて。で、子供なんて娘の中で、なんかちょうどテスト期間の中で勉強しなきゃとか。ああ、行ったっけね。そうそうそう、うん。その合間に連れてたもん。今何、中間テストとか期末テストってないの？なんか。あるある。なんかね、今度、なんつったかな。ほんとね、なんだかな、水曜日に、うん、なんか、期末じゃなくて、なんだかテストって、中間、中間じゃない。言い方が違うんだよね。定期テストみたいな。うん、そうそう、なんかそんなこと言ったっけ。昔さ、中間期末とかそう、期末ってあったっけね。今、定期、うん、ですよね。ねえ、ひろみお兄さんにもあれだったでしょ？飛沫テスト。飛沫テストじゃない。飛沫テスト恐ろしいな。どこまで飛ぶか。ああ。飛ばしっこ、うん、飛ばしっこだよ。前、言ってたけど、学校が学校だからさ、昔の。あ、そうか。飛ばしっこだもん。飛ばしっこね。しょうがない、ほんとに。何の飛ばしっこだからね。ありましたよね。うん、飛沫テスト。そうだよね。中間はない、中間。中間テストと期末テストとあったよね。今そう言わない。2回ある？でも。2回じゃない？定期と、また終わりにまたあるんじゃないかな。期末なのかな。定期？ケーキ？定期。ケーキじゃねえよ。俺ケーキ食いたくなっちゃった。知らねえよ。行ってくるかな、これ終わったら今日。何が？買いに行ってきなさい、ケーキ、うん。リリピットさんやってるかな？やってるわけねえだろ、これ。終わってるわ、もう特に。本当に。リリーさんのさ、あの、うん、ミルクレープのケーキがバカうまくてさ。なるほど、まだ話が飛んだな。うん、リリーさんのミルク、うん、ミルクレープ。ミルクレープか。ミルクレープ。そう。うん、パリパリ食感が入って。うん。入っちゃう。なんだ入ってんの、うん。入れば取れそうだっけ。楽しそうだな、本当に。ほんと楽しいよ、やっぱね。うん。何やってても俺は楽しいよ、今。そうだね、うん。お金がなくても楽しい。お金はね、うん、なかなか難しいよ。そう。お金はね。あのね、医療機関もね、うん、俺ちょっとびっくりしたんだけど、うん、あるね、東京のね、うん、大学ではね、ボーナスが出ないっつって。カットされるったっけな。400人が退職届。3割だっけ？ 3 割だっか、そう、3割でね、病院がね、うん、あれ、ボーナス減給だって言うんだけど、うん、あれもね、ただ統計取った団体が、多分大きい団体だから、うん、一般の病院とかは多分入ってないと思うんだよ。あ、だからもっと多分減ってると思う。そう、やっぱね、こういう時だからね、やっぱもうちょっとね、頑張ってやらないとね、やっぱ。だから東京のさ、その、うん、東京女子医大もそうなんだけど、うん、あの、女子医大？そう、女子医大ってあるんだけど。女子医大？うるさいよ。そこは、うん、あの、もう看護師が400人、あの、ボーナス出ないって言われて400人退職希望だっつって。ほう。看護師400人だろ。出ないわけじゃないだろ？出ないだって。出ないの？あの、減額じゃなくて？出ないだって、そこは。そう。しかも、それで、あのね、あの、うん、なんか、
改修工事にね、何億ってかけてて、うん、コロナでこんなね、一生懸命やった挙句に出ねえってやってられるかみたいなところ。だからね、コロナで やってるから、うん、そのね、よくまあ言う人もいますけど、うん、本当にね、GoToトラベルとかやってるいいん。そんなのやってるわけないよ。それよりもちょっともうちょっとね、うん、あの、看護師サイドとか、うん、医者サイドにとかっていうのをね、やってあげないと。いいじゃん、あんた儲かってるのちょっと送ってやりゃ。はぁ医療関係者にどうぞって。お前、俺医療機関で働いてて貧しいのになんで俺が医療機関の、ま、目上の人たちにどうぞって渡さなきゃいけねえんだよ。そうか、看護師さんがみんな辞めるってことはデブや募集すりゃアルバイト。バカじゃねえのお前。今、かき氷部募集してるからね、俺。バカじゃねえの。絶賛大募集中だよ。バカじゃねえのお前。絶賛お前、その衣装でかき氷するわけじゃねえんだぞ、お前。これパンツ履いてもらうで。意味があかんねえ、そのでかいパンツ。デブや絶賛大募集。デブやね。うん、デブやかき氷部。うん。どうかな。かき氷部って部活だろ、それ、ね。こちらへお願いします。出ねえし。出ねえ。出ねえし、完全に。いや、だからね、うん、看護師もね、例えば今ね、うん、受け入れができましたとか、東京と言うじゃん。あんだけ感染出てきてるけど、最悪、うん、あの感染者を受け入れる準備はできてましたけど、うん、じゃ看護師いなくなっちゃったら、そのベッド数確保できねえじゃんって話だもんね。そうだよね。どうするんだろうね。そう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 。安倍さん適当だもんね。言っちゃったっけ、うん、ごめんなさい。ああ、やばいな、それはね、うん。だってあれ、熊本も行ったでしょ、うん、総理大臣さんね。まあ、何人か引き連れてね。まあね。うん。うん、そうかと思えば、熊本にね、タオルとか送ってくれる人もいるし。まあね、あと、さとみさんコメント、うん、そうだってね、マジって感じだよねって、まあそうなんですよ、あのね、のね。さとみさんって、さとみん、あ、さとみんじゃなくて、沖さとみさん。そうなんですよ。だから医療機関にいるから、僕逆にそういうのが、使命になるし、うん、やっぱね、難しいよね。だって一番さ、コロナとかでさ、被害受けてさ、家族に移しちゃいけないとかさ、うん、で、お前らどっか行って、移ってきた日には、絶対役だみたいに言われるように。そうだよね。そういうリスクとかもかかっててお金もらえないっていうと、うん、やっぱやめてくよね。そりゃそうだよね。そうそうそう。合わないもんね。そう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 。うん、だそういう意味ではね、まあ、じゃあ予算のね、書き方も、うん、っていうかね、この番組で話すような内容じゃないんだけどね。そうだよ。なんか今日真面目じゃないの？そういう話。そうそうそう。なんだろうね。俺はちょっと今日パンツの話しようと思ったけどね、ダメだっけね。パンツの話をしようって何の話だじゃあ、うん。デカパンの話。だからお前ちょっともう終わっただろ、デカパンの話よ。そんなもんしようと思ったって。ひどいよね、それはね。何の話で、ね、デカパンの話するよ、今。違う違う。デカパンじゃない、お医者さん。お医者さん、うん、お医者さんひどい。うん、まあお医者さんっていうかね、お医者さん頑張ってますから、その病院経営の方々ね。うん、うん、そうそう。そう、かわいそうだよ、それは。そうなの。まあ、ほんとしょうがないね、それじゃあ。そうそうそう。うん、だからね。おかしい。じゃあ、しかもさ、今ね。間違っとるよ。間違っとるよ。お前が言うとおかしいだろ、うん。その言い方が間違ってるよ、ほんとに。いや、だからね。うん、現に今、増えてるからさ。何がコロナ？コロナの感染者が。すごいよね。すごい。東京とか今。そう。すごいでしょ？そう。200人ざらに超えててね。100人ぐらいだったら、少ないな、今日みたいな感じで錯覚になるじゃん。そうだよね。そんなこともないわけだよ。200人って今までなかったでしょ。だからここ2、3日は200人ぐらいだったんじゃない？そうだよね。うん。170だね。170だね。170。何70で飲むのね。今飲んじゃったっけ。飲んじゃうの。ごっくんしちゃって。ごっくんしちゃったよ。天の地、うん、マルさんはボーナスいっぱいだよね。バカ野郎。俺のボーナスほとんどねえんだぞ。分かってんのか。あんたち会社すごいね。なんか、看板、でかい看板を立ちちゃって。看板ね。だからそういう、ね、そういうのにお金がかかると結果的にしわ寄せが来るんですよ。うんうん、どっかに。あ、そっか。どっかに来るんですよ。あれはデザインは丸銀工房がやった。やるわけねえだろ。やってないあれ。あんた普通看板やから、ただ、あれ文字書いて時間書いてるだけだから。あ、そうなの？そうだよ。24時間営業年中無休ってね。そうそうそう。だそれだけだから。何楽しそう喋ってんだよ、そんなによ。あ、そっか。笑いながらよ、本当によ。いい子んだよ、あんた。何あんた俺関係ねえって言ってだから、あれは勝手に病院が作ったの。そうなの？本当に。病院って言っちゃっていいのあんた。いいよ、別にもう。いいの？もう。どこか言わないけど。最近、お前、だってさっき医療機関出してたじゃねえか、俺もう。あ、そうなの？お前バカ野郎。お前ほんと肌しいな、お前邪魔の仕方がよ、ほんとに。面白いね。やっぱスタジオ生がいいね。知ってるもん。うん、俺はね、先週ね、ほんと大変だっけ。何大変、何が。うちにずっといて。大変だった大変だった。うん。こいつも行きたくて行きたくて、もううずうずしちゃったもん。なるほどね、うん。で、コメントで一生懸命ね。そう、コメントで一生懸命参加させてもらった。ほんとにね、うん、ひどい。そう、でもあんま拾ってもらえなかったね。何なんだよ、と思って。あんた、何なんよ。いやいやいや、そんなことない。一生懸命拾ってたよ。本当？関係ねえやつがいっぱいあるんだよ。だいたいね、お前のコメント拾ってたら、うん、あさみちゃんたちのマルシェの話が全然進まねえんだから。そうだ、今日、今ここでやってればいい。宣伝してればいいやん。今ないよ、何にも。そうなの？うん。パンツマルシェじゃなくて。違う違う、パンツマルシェだよ。お家でマルシェ。お家でマルシェだよ。うん。遠隔、ね、遠隔パンツマルシェ。あれもね、うん、ひどい話だ。パンツ、あ、じゃあパンツ選手権やるって言ったじゃん。何が？パンツ選手権やるって言わなきゃいつ？そのパンツマルシェじゃなくて、そのマルシェの時。違う、占いとかやるとかなんとかでしょ？パンツ占いがどの子のことなった？あ、そうなの？パンツ選手権やるって言わないっけ？やったら面白いねって話でしょ？あ、やるじゃないの？
やるわけねえだろ、お前、マルシェで遠隔でよ、女もよ。違うの？俺、パンツマルシェ、パンツマルシェ、パンツ選手権やると思ったっけ？あ、そうだな。そりゃいかんや。うん。まあ、そうなんだ、そんなの遠隔だからってできると思うなよ、お前、何でもかんでもよ。ほんでね、うん、コメント来てて、はい、大木さとみさんから、はい、うちの旦那のとこは社長さんが、慰労金くれた、うん、私が募集したけど、カツアゲじゃん、それ。旦那さん頑張ったの、募集すんの？いや、でも ね、くれるところはね、ほんと稀だと思うよ。どっかな、どこだかどっかの大きい会社はやっぱくれたって言ったね。そんな大した金額じゃないんだけどね。うん、そう、うん、そういう気持ちが。どこだっかな。だって大した金額じゃなくてくれるんだけど、減らされるんだから。うん、そうだよね。うん、まあ、もちろんね、うん、会社の経営がうまくいかなくて、ほら、減らされる、このコロナでね、ダメだっていうのもあるもんで、うん、一概に医療機関だけもらうなって思うけど、でもね、うん、ハイリスク入りたんだもんでさ。ああ、確かにね。だってコロナにかかったら、うんね、もうその人は仕事は当然できないけど、医療機関だから責任問題なんじゃん。病院の管理体制まで問われるぐらいだから、一般の人たちがなるのとまた違うんだよ。だそういったところも考えてもらったら、やっぱりもうちょっとね。で、なんでさ、医療関係者って本当移りそうな、一番移りそうな感じだね。うん、だけど、感染者がそんないないんでしょ？だから、やっぱ手洗いうがいとかもしてるし、ちゃんと出社。やっぱそれは一番いいってこと？手洗いうがいが。まあ少なくてもだよね。まあ、俺もそんな、コロナウイルスがそんなに細かく分かんない。今、ここに来てね、WHO も空気感染するかもしんねえとか、わけわかんないことやってみてるし、実際何が本当か分かんないんだけどね。うん、だから少なくても、その気をつけてて、やっぱ病院にあるところには手指衛生もいっぱいあるし、手洗いも当然しなきゃいけないし、マスクも毎日してるし、やっぱそういうのは違う。バンタビやるってこと？なんか触ったりした時にこう。そうそう、手指衛生とかやるよ。もう、病院に来た人は踏んで、こう、シュッて、触るとついちゃうから、シュッて足毛踏むと機械が、出してくれるやつかって踏んだ。そう、この間さ、また話が上がっちゃうけどね、うん。ちょっと待って、コメント来てる。ひろみちお兄さん、俺にもボーナスちょうだい。カツアゲですか？カツアゲですか？ここで。公開で。ね、ちょうだいっていうカツアゲですかね。本当に。恐ろしいな、今。本当に。そう。そう、この間さ、そのシュッシュで思い出しただけね。シュッシュで思い出したの？そう、シュッシュで。うん、俺さ、昨日か、うん。昨日スーパー行ったんだよね。ほ、うん、さ、ちょっと若いおか、あ、若いおかさん、ちょっと、俺と同じぐらいかな、うん、奥さんと、うん、あとなんか旦那さんとこう、うん、こうイチャイチャ来ただよね。ほんでさイチャイチャお前つけたろイチャイチャ勝手にお前イチャイチャこう来て、うん、そのスーパーへ買い物してね、はいはいはい、ほんでさやっぱシューシューってやってさなんつったと思うその奥さんがその分かんない分かんないいっぱい出過ぎちゃったねったっけバカじゃねえだから何いっぱい出過ぎちゃったって何言ってんの何の話だよバカじゃねえのお前そんな出ちゃったバカじゃねえのお前そうちょっとちょっとね、エッチな話に。お前、そのだけのために、お前、俺の主治医生の話を、そんな、汚れのトークのようにしやがったのか、お前。俺さ、目のやり場に困っちゃってさ、目のやり場困んねえよ、お前。勝手にお前が見てんだろ、そんなもん。そんな出ちゃったのみたいな。出ちゃったのじゃねえよ、お前。ね、バカじゃねえよ。また青木さんに怒られちゃうよ。お前、ピーだよ。バカじゃねえ。もうなんか。辞表出さねえと。辞表と辞表間違いんじゃないよ、お前。そう、虫るよ、本当によ。大体やめてもらっていいこういうさ、この今の画面がさ、こうなんか昔のベストヒットみたいな、昭和のさ、なんかちょっと深夜番組みたいな。おい、ヒットパレード行こうよ。あ、ヒットパレード行かないとね。行かないとね。話飛んだな、お前、いろんなところで、お前。行くか、今週末。今週末にするの？行くよ、もう。今週末は。行かないと、もう。俺、ダメだよ、今週末。なんで？なんかあるの？俺、あれだよ。あんたどうせ暇人だろ。夜まで出張検診だよ。ん？出張検診。出張検診？なんであんた？企業に、出張。あんたドクターコトーかね。ちょい。あんたお前ドクターだし、ドクターでもねし、コトーなんで出したそこ。ドクターコトーやってたじゃん、見た？何の話？急にまた。この間最終回だっけ？最終回だったの、うん、そう。4話。ん ?4 話や、ん ?4 話で終わんねえだろ最終回はよ。ちょ、やったよ。4話じゃなくて、だから2話ずつぐらいで8話とかそういうんだよね。4話で終わんねえだろお前。じゃあ4週間だよ。あ、4週間じゃない？ 3 週間、うん、わかんねえな。とりあえず終わっちゃった、ね。終わっちゃったよ。この辺木曜日で終わっちゃった。うん。なるほどね。見たこと。うん。うん、そう。見てないし。見てないの？見てない。かーって。あんたも感動知らないね。いや、感動知らねえじゃねえよ。うん、知ってるけども。ドクターこと知ってるでしょ？ドクターことは知ってるよ。うん、でも、うん、ドクターことじゃねえんだ、俺はどうせ、どう考えても。あんたドクターじゃないもんね。ドクターじゃないよ、そうだっけ？そうだよ、うん。そうだっけじゃねえよ。見りゃわかんだろよ、名前よ。あんた何か事務員だっか。事務員だよ、あんた。広報部長か。バカじゃねえ。コメント来てるよ、天野っち。何それ、トモさん妄想がすごい。妄想だけですよ、この人、本当に。そうだよ。うん、じゃあでも、天野っちも絶対その場にいればそう思ったと思うよ、うんうん。ひろみと兄さん、うん、出るーって。本当に。ね、その日にやろうよ、面白く。うん、え、で、大木さとみさん、うん、どこも寄り道しないで帰ってくるよ。びっくり。どこで拾うかわからないって。なんだ？あー、コロナでしょ？多分コロナね。うん、そうなの。本当に今ね、どこ行ってもね、
だって電車なんか満員なんでしょ、まあ、満員なんでしょ、満員で、だから東京は、まあ、結局電車の時間変わってないからね、まあ、結局始まっちゃえばみんな来るからさ、だから時間帯によって料金が変わるったっけね、変えるかななんて言っちゃったけど、でもそれも結局さ、じゃあどこまでやるのって話じゃん、うん、ねえ、まあ、どの道マスクしてあとは乗り切るしかないけど、マスクもねそんな効果が、ね、まあ、飛沫が防げるけど、うん、うつる、マスクしててもうつるのはうつる、ただ自分が保菌者っていうか感染してて移さないようにするだけってこと？そう、まあ、基本的にもう、あの、飛沫を飛ばさなければ直接飛んだり、まあ、空気感染があるかもしれないっていう話になればちょっと分かんないけど、ずっと一緒にいればね。だそれでもこの唾液とかで直接やり取りしちゃえば移っちゃうから。じゃあ濃厚接触はダメってことだ。だ濃厚接触は。本当の。だから多分もしかしたら今、うん、なった人の中で、うん、だいぶ言えない人もいるかもしれないよ。だからその、あなたどこ行きましたって言ったら言えない人もいるかもしれない。だって東京の人たちみんなそうだって言って。俺も言えねえの多々あるけんな。そうやん。あんたの場合はな、本当に。巻き散らしてる。巻き散らしてる。巻き散らしてるって言い方悪いね、やっぱね。そうそうそう。そういうこと言っちゃ悪いな。うん、うん、そうなの、ね。だからね。濃厚接触はダメだね。そうなの。うん。そうなの。マジで。大木さとみさんから、うん、たくさん出ちゃったねー、まあ、パチンコのことだって。違う。スーパー。スーパーで。違う、スーパーだけど、うん、何のことだって聞いてんの。あ、シュッシュ。シュッシュだよね。うん、そう、シュッシュ。ちょっとごめんね、うん、シュッシュのやつを俺は出ちゃったって聞いたもんで、何が出ちゃったのかなと勝手に、その何を買う聞いてんだこっちは、この子は。あ、そうなの、うん、それ言えないよやっぱ。生放送なんだからさ、まあね、うん、そこはね、それは後で言わせてもらう、さとみさん、そこら辺はね、うん、自分で感じてください、はい、知ってるくせにもう、うん、ね、どうしようもないよ。どうしようもない。お前がどうしようもないよ、本当に。あ、そうか。だからこんなグダグダな話してたらもう時間だっつうのだからよ。あんた来週の番宣、あ、番宣な、来週の告知しなよ。来週の告知？来週やねっか。何が？来週だよ、あんた。行くだら？違うじゃん。もう一回あるじゃん。え？嘘？もうバカじゃねえの？え？あんた来週じゃないの？何が？来週、あれ？ 26だろ？来週じゃん。嘘、今日おめえ13だぞ、お前まだ19の20秒入ってんだよ、お前。あ、そう、あ、もう一日あんのか。あ、バカじゃねえのか、お前。だから呼んでるっつってるだろっつってんだ、お前も本当によ。暑いになっちゃったな。もう録してる。まあまあまあ、今ね、お話しましたけど、うん、ね、そうだ、告知しのね、うん、祝祝もあるしか、うん、また4月26日、富士の杉山スポーツ、あ、スプルーツでありまして、うん、で、まあ今回、出ません、出ませんけど、僕が出ますんで。うん、また、ね、そうそうそう。うん、またそのあたりの告知はね、来週させていただければな、というふうに思います。ワクワクファミリー、焼津支部の代表で行ってきてよ。そう、焼津支部のね、うん、代表。焼津支部代表で。あんたは焼津支部代表でしょ？じゃあ、いいよ。あんた代表で。もう譲る。代表の座を譲る。あんたお前すげえ上目線でお前譲るとかよ。お前そんな簡単に譲るんだ。あんた全部食われちゃう。どこ行ってもあんたの方が上になっちゃうから。何にもねえじゃん。逆転だよ、うるせえよ、本当に。はい、そういうわけで、もう今週ね、ぐだぐだもう、本当に。大木さとみさん。ああ、そうか、そうなんです。感じてください。はい。はい、そういうわけで、本日のね、丸さん、本当に、本当にここ最近ないぐらい中身のないお話で。そうやっけね。25分間。うん。こんなに中身ないの久しぶりじゃない？いつもでしょ。いやだって打ち合わせもしてないからね。そうね、うん、否定しない、それに関してはね。はい、まあ、そういうわけでです ね、次からね、パパユさんの焼津からや、うん、こちらの方がね、皆さん見たいですから、その、次は本番だから。そうそう、これ前座ですから、うん、そう、前座だよ。そうそうそう、うん、ちょっとしたね、あの、箸休みみたいな感じで、ね、うん、ウォーミングアップだよね、ウォーミングアップ要は。はい、そうなんですよ。はい、じゃあそういうわけでね、はい、本日の丸散歩、グダグダで、いつもよりさらにグダグダな感じでお届けいたしました。なんか今日のはダメだね。いつもダメって言うんじゃねえよ。バズナリがダメだねって言うんじゃねえよ。いつものよりダメだと思う。じゃあまた、来週、月曜日19時半、はい、お会いしましょう。はい。さようなら。はい、さようなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。あ、アンエイト言わないと。いや丸散歩でアンエイト言うてみて。丸散歩でアンエイト。かわいいかお前、なんだそれお前。そう、やりとからヤーマン、ちょ、おかしい、話が全然変わってるよ。そう。原型がねえじゃねえかよ、お前。そう。あ、終わるよ、だから。あ、そうか。うん、ちょ、はい、ありがとうございました。お世話になりました。なんだよ、この、すいません、このまばらか。お探し。あ、これ、パンツが吹くなよ、お前はよ。おいじゃねえよ、タオルじゃねえよ、タオルじゃねえよ、おい。お前、散々入